日本鹿児島県薩摩仙台市中号中号は、旧薩摩郡中号中号村、薩摩郡東号中号村、薩摩郡下東号村大技、中号、川内市中号町。中号1丁目から中号5丁目及び中号町があり、中号1丁目及び中号2丁目の全域で、住居表示を実施している。郵便番号は89号の0072。 人口は4559人、世帯数は1908世帯。中郷という地名は、古代の宅マン号が後に3つの里に分けられた時に、この地域が三峡のうちで中央に位置していたことに由来している。中郷池付近の航空写真。上池は運動公園町、下池は中郷町に属している。国土交通省国土画像情報をもとに、 作成薩摩仙台市の西部、川内川下流域に所在している。阿佐駅の北方には、田海町、運動公園町、高城町、南方には、東大工事町、原田町、西方には、国分寺町、高城町、東方には、川内川を挟んで、天達町、白浜町が接している。阿佐駅の中央部を南北に、国道267号が通っており、 南部を東西に九州新幹線の高架が通過している。中央部には中郷大池が所在しており、もう一つの中郷上池は運動公園町に所在している。教育施設は地域の北東部に薩摩川台市立育英小学校が所在している。中郷という地名は平安末期より見え薩摩国のうちであった。この地は 和名類受賞で見える高木軍高万号の地であり、その後東号と高城里に分割され、さらに東号を東号と中号に分割されたとされている。戦国期は渋谷東号氏の支配下にあったが、伊木院氏と共に渋谷東号氏が所領を島津市に献上し、統治を含めた川北部が殺衆や島津義虎に与えられた。江戸期には、 薩摩軍中号のうちであった。中号は中号村のみで構成されており、省の里に位置づけられていた。明治3年に中号が東郷に編入され、中号村は薩摩軍東郷のうちとなった。村高は、県知目録及び、天保郷町には1888国余り、休校給料には1303国余りであったと記載されている。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、それまでの東郷の区域の内高い村、白浜村及び中郷村の三村の区域より、下東郷村が成立し、江戸期の中郷村は、下東郷村の大技、中郷となった。1957年には、下東郷村の内大技展開の一部のみが、東郷町及び高城村に編入され、その他の区域は、 川内市に編入されたのに伴い、大和中号は、川内市の大和中号町となった。1981年には、地域の一部が、原田町、東大工事町に分割された。1992年に、原田町、中号町の各一部より、中号1丁目、中号2丁目、中号3丁目及び中号4丁目を設置する、旨の告示があり、 土地区画整理法による勘違処分が行われた日の翌日に前日の町名が設置された。2000年8月1日に中号町の一部が運動公園町に分割された。同年12月8日には中号町の一部より分割され、川内市の町名、中号5町名が設置され、中号町の一部が中号3町名、中号4町名に編入された。2004年に 川内市等が新設合併し、薩摩仙台市が成立したのに伴い、大和名及び町名の変更はなく、薩摩仙台市の大和及び町名となった。川内中郷郵便局公共教育郵便局自社2011年4月1日現在の中郷1丁目から中郷5丁目、中郷町の人口、接待数を以下に示す。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。国道、ありがとうございます。